は着付け講師の素直です。今回のテーマは訪問着付け下げ、付け下げ訪問着の見分け方についてです。だいぶ前にブログで紹介したことはあったんですが、動画でもやってほしいというリクエストが多かったので、今回動画でも解説してみたいと思います。まずはこちらをご覧ください。こっちが訪問着でこっちが付け下げです。付け下げ訪問着は後で紹介させてください。まずはこの2つを見分けられるようにしましょう。見分け方はめちゃくちゃ簡単です。ポイントはここ左肩の部分です。訪問着から見ていきましょう。着物の縫い目のことを合い口とも言うんですが、まず襟の縫い目を見てみます。この着物の場合、襟の縫い目にまたがって柄がこうつながってるのお分かりいただけますか？この袖の縫い目を見ても縫い目にまたがって柄がつながっています。これって着物を作る上ですごく手間がかかるものなんですね。実際に呉服屋さんに行って訪問着見せてくださいって言うと、こんな感じのものが出てきます。こちら仮エバって言います。これはね、仕立て上がってる着物ではなくって、仮に縫われている一見着物の形になった状態の着物のことです。かかってるのを見たことないですかね、呉服屋さんとか行って。訪問着はまずはこういう仮エバっていう大体の着物の形に縫ってから、柄をつけて、骨またほどいて、で仕立てしてっていう、すごく手間のかかる工程を経てできるものなんですね。しかも見た目がこんな風にすごく豪華なので、付け下げよりも訪問着の方が格が高くなるっていうことになります。一方、付け下げはどうか見ていきましょう。付け下げの柄はもうほんまに控えめで、左肩のところにちょこちょこって感じで柄が入ってますね。これ全体に柄が入ってるとコモンになるんですけど、左肩メインで柄が入ってますよね。だけど訪問着とは違って、縫い目にはまたがってない、縫い目には柄が何にもありません。なので、あ、これは付け下げやなっていう風に判別できます。ついでに付け下げの作り方も紹介しておきますと、呉服屋さん行って付け下げ見せてくださいって言うと、こんなものを出してきてくれはります。これは反物と言って丸巻きの状態のものです。さっきとは違いますね。付け下げの場合はこの反物を作る時点で、だいたいこの辺に柄が来るようにしようっていう風に作られていて、仕立てする際にもこの位置に来るようにっていう風に考えながら仕立てして出来上がります。訪問着のように仮に着物を作るっていう手間が一つ省けるっていうことと、あとは見た目もちょっと控えめな感じがするっていうことで、訪問着よりも付け下げの方が格が低くなるっていうことになります。ここまで見てくれはった方は訪問着と付け下げを見分けられるようになったはずです。次に付け下げ訪問着を見ていきましょう。ポイントはたった一つ、それは裾です。こちらをご覧ください。こっちは付け下げです。こっちは付け下げ訪問着です。ここ奥見線って言うんですけど、下の裾にこんな風に縫い目があります。この縫い目にまたがって柄付けされていると、これは訪問着帳っていうことになるんですね。型見てもらうと、さっきの解説聞いてくれはった方はもうお分かりやと思うんですけど、付け下げですよね。でも裾は訪問着帳っていうことで、この着物は付け下げ訪問着っていうことになります。こちらついでに見ておくと、まず上半身見て付け下げですね。で、裾見たらこの縫い目でも柄はつながってません。縫い目に柄はないです。なのでこの着物は純粋な付け下げっていうことになります。で、さっき肩見てね、柄がつながってたら訪問着ってもう決めつけちゃったじゃないですか。裾は見なかったんです。なぜかというと、大体肩がつながってたら裾もつながってることがほとんど多いんですね。なのでもう上半身見ただけで訪問着って確定することができます、大体はね。着ていくシーンについては、訪問着はこちらの動画で詳しく解説してます。合わせる帯から着ていくシーン TPO まで解説してます。で、付け下げはこっちの動画で解説してます。なので、じゃあ一体どう曜日をしたらいいんやっていうところまで行き着いた人は、それぞれの動画をご覧ください。で、こちらの付け下げ訪問着はどういった格なのかっていうと、ちょうど訪問着と付け下げの合いの子やって思っていただいたらいいと思います。でね、着物ってそもそも例外がすごい多い世界です。なので一概にこうですって断定するのがなかなか難しいんですね。なるべく分かりやすいようにこう断定的に話してますけど、付け下げ訪問着っていうのはどういった柄なのかとか、柄の大きさとか、あと金銀が使われてるのがどうなのかなどによっても格は変わってきます。例え
ればすっごい金銀がぶわーっと豪華に入っていて吉祥文様おめでたい柄やったりするともう訪問着として着た方がいい場合もありますよね。そうすると訪問着の動画見てもらって合わせる帯とか参考にしてもらったらいいし、つけ下げ訪問着でもカジュアルめの柄で控えめやったりするとつけ下げとして着てもらった方が良かったりするので、その辺はもう見た目の印象とか金銀が使われてるのかどうなのかなんかを見てもらったらいいんじゃないでしょうか。最初に訪問着は襟のところから袖まで全部つながってるって言ったんですけど、例えば襟はつながってなくて袖だけつながってるものとかもあります。全然あります。で逆に襟はつながってて袖は飛んでるものとかどっちやねんっていうのももう実際たくさんあります。でそういったものは作家さんの意向でね、これは付け下げやって思って作らはったものやったら付け下げやったりとか、さっき仮絵はお見せしましたけどどうやって作られたのかとかによっても厳密に言ったらすごいグレーゾーンが多いんです。でね、そもそも皆さんが訪問着なんか付け下げなんか付け下げ訪問着なんかなんで知りたかったんかっていうの最初の目的を思い出してほしいんですね。それは厳密に調べたいっていうんじゃなくって、おそらく合わせる帯とかどういう時に着たらいいんかなっていうのを迷ったからそれが知りたいと思ったはずなんですよ。だからこれはどれってこだわるんじゃなくって、だいたいざっくりした目安は分かっていただいたと思うので、それでざっくり自分の中でどういう着物なんかっていうのを知った上で、じゃあどういう時に着ていこうっていうのを考えてもらったらいいと思います。というわけで今回は訪問着、付け下げ、付け下げ訪問着の見分け方をご紹介しました。ポイントは肩の柄と裾の柄でした。皆さんお手持ちの着物がどういう着物なのかっていうのを分かってもらうことでたくさん着る機会作っていただけたら嬉しいです。また別の動画でお会いしましょう。素直でした。バイバーイ。 Thank you.